アレクサンドル・オステルマントルストイ伯爵。1825年。アレクサンドル・イバーノビーチ・オステルマントルストイ。伯爵は、ロシア帝国の貴族、ナポレオン戦争期の将軍。名門貴族トルストイ家の一員。トルストイは1798年に、少々、1805年に中将となった。その1805年に、北、ドイツへの遠征から戻ると、 サンクトペテルブルク総督に任命された。トルストイは有名な外交官、政治家であったアンドレイ・オステルマン伯爵の外孫に、当たり、1811年に、子供のない叔父イヴァン・オステルマンが死ぬと、オステルマン家の家督を継承し、オステルマン・トルストイ姓を名乗った。彼は1812年ロシア戦役では、ヨハン・フォンクレナウが全軍を統率する、ハン・ナポレオン軍の、 第四軍団の司令官となった。オステルマントルストイは1813年5月の21日から22日にかけて行われたバウゼンの戦いで負傷した。その後ドレスデンの戦い、クルムの戦い、ライプツヒの戦いに参加した。クルムの戦いでは負傷し左手を失ったが、ドミニクバンダムを捕虜とする勝利に貢献した。1815年。 オステルマントルストイは外交上の使命を帯びて短期間パリに滞在した。そして1817年に不評志願の軍司令官に就任した。彼はフランスとイタリアで数年を過ごした後、1831年に探検家、歴史学者のヤーコップ・フィリップ・ファルメライアーが率いるオリエント調査団に加わって中東に赴いた。オステルマントルストイは1837年。 レマンコハンに今日構え、1857年に同地で未婚のまま亡くなった。ありがとうございます。